五線と硬貨に刻まれているインゴッドウィル・トラストの文字インゴッドウィル・トラストとはアメリカ合衆国における公式な国家の標語である。日本語で我々は神を信じるという意味。フロリダ州の標語でもある。この標語は1864年に最初にアメリカ合衆国ドルの硬貨に印字されたが公式な標語となったのは1956年である。 1782年にアメリカ合衆国の国章へイープルリブスユニムの標語を印字することが承認された。この標語は事実上の国家の標語として広く認識されていたが1956年にインゴ・ドウィートラストという制句が国家の公式な標語となった。アメリカ合衆国議会の流れを記した連邦議会本会議議事録にも議会がこの制句を 国家の公式な標語にする文言が記載されている。標語の由来には諸説あるが、フランシス・スコット・キーが歌詞を1814年に作成したことで知られる、正常期の最終錬にある歌詞が考えられている由来の一つである。また、エイブラハム・リンカーン第16代大統領の秘書であったジョン・ミルトン兵も可能性の一つとして挙げられる。平和、ラテン語で、 インデオスプロマスの標語があるブラウン大学の卒業生だった。信教の自由は神の存在を信じなくて良い権利も含まれている。そのため、インゴッドウィートラストが信教の自由を犯すものではないかとして一部で議論が持ち上がっている。合衆国財務省の公式ウェブサイトより抜粋。この インゴッドウィートラストの標語は南北戦争で大きな役割を果たしたのでアメリカ合衆国の効果に大きく表記されている。財務長官であったポートランド・チェイスのもとにアメリカ中の経験がキリスト教徒から効果に神を明確に記載するようにと多くの嘆願が寄せられた。財務省の記録には1861年11月13日に 効果に記されている神を表記するように求める最初の手紙が届いたとある。その手紙は財務長官宛てで差出人はペンシルベニア州リドリーで牧師をしていた MR ワーキンソンからのものであった。親愛なるポートランド・チェイス様やあなたは財務に関する議会において今年度のレポートを提出すると思います。 私たちの通貨に関する一つの重大な事実が長い間見落とされてきました。効果に神がはっきりと記されていないのです。あなたはおそらくキリスト教徒でしょう。もし私たちの合衆国が再建されていなかったらどうなっていたのでしょうか。次世代の歴史家たちが合衆国をキリスト教徒ではない教徒たちの国だと後に推測しかねません。 私が提案するのは、自由の女神に代わって、パーペチュアルユニオンの言葉と共に、週の数と同じ13の星のリングを効果に表記する、ことです。リングの内側の国旗の上には、五項と共に、真実の瞳を描き、その周りには神、自由、宝と刻みましょう。こうすれば、文句のつけようのない美しい効果ができ、異教徒たちからの恥ずかしめを受けることはありません。 また、私たちは、神の庇護のもとに置かれることでしょう。試験ですが、神を否定する、私たちの国のあり方は、非常に大きな災害のようなものだと思っております。あなたがまずはじめに行うべきことを記述しておきました。MR アーキンソンその結果、ポートランドは、フィラデルフィアの造兵局局長であるジェームズ・ポロックに、1861年11月20日付の、 手紙で標語を準備するように命令した。神の家に、または庇護のない国は、強大な存在になることができない。国民の神への信念は、私たちの効果に記すべきである。君の仕事次第で、合衆国の標語を短く簡潔に伝えることのできる、道具を作ることができる。ポートランド・チェイス1837年1月18日のアメリカ合衆国議会で、 アメリカ合衆国の効果に標語を表記すべきだとの結論に達した。1863年12月、造幣局局長は1セント効果2セント効果3セント効果の新しいデザインをポートランドに提出した。造幣局局長は効果に表記する標語の案として、our country,our god,god,our trust を提出した。 1863年12月9日の造幣局局長に対するポートランドの手紙の初めにはこう記されてあった。あなたの提出した標語を承認します。ただし、ワシントンの肖像が表に表記されているので、アワーから始まるべきだと考えます。つまり、アワーゴッドアワーカントリーという標語にしましょう。しかし、それは、 神の存在を明確に記述しているとは言えなかったので、インゴッドウィートラストに変更された。1864年4月22日に、効果のデザインの変更に関する法律が、議会に承認された。この法律により、1セント効果と新しく鋳造される2セント効果のデザインの詳細が決定された。また、造幣局局長はこれらの効果のデザインに関する、 財務長官の最終承認を受けた。こうして、インゴ・ッドウィート・ラストの標語は、1864年の2戦0 0と効果に、初めて表記されることとなった。また、1865年3月3日に、造幣局局長が、財務長官の許可の下で、すべての銀貨や銀貨にモットーを表記することが、できるようになる、新しい法案が、議会に可決された。 この法律の制定に伴い、20ドル金貨、10ドル金貨、5ドル金貨にも、モットーが表記された。また、1866年からは1ドル銀貨、50セント硬貨、25セント硬貨、5セント硬貨にも、標語が表記されている。その後の1873年2月12日には、4回目となる、貨幣制度の変更が行われた。また、 財務長官はこう述べている。この、インゴッド・ウィ・トラストのモットーを効果に表記することにより、この標語に対する国民の理解を得ることができるだろう。しかし、この標語はあまり普及しなかった。1883年に五千ト効果から標語が消され、1938年のニッケル効果が生産され始めるまで標語は使用されなかった。しかし、 1938年からは、アメリカ合衆国のすべての硬貨に、インゴッドウィートラストが刻印されることとなった。また、1907年より流通している10ドル金貨と20ドル金貨のデザインの新案から、この標語が再び消されることが明らかとなった。しかし民衆からの要望があったので、1908年5月18日に、 議会は再びすべての効果に標語を表記することが推奨された。ただし、1セント効果と5セント効果への標語の表記は除外されていた。しかし、財務長官か造兵局局長の働きがあり、表記することができるようになった。セオドアル・ーズベルトといったアメリカ合衆国大統領は、アメリカ合衆国連邦政府の 俗悪な標語の一部に、ゴッドという字を入れることに難色を示していた。1907年11月11日、ルーズベルト大統領が、ウィリアム・ボードリーに宛てた手紙には、こう書かれている。インゴッドウィートラストを効果などに表記することは、好ましくないだけではなく有害であるとも言える。また、それは恐ろしくも不敬な行為でもある。効果や切手。 広告にその標語を使うことによって、インゴッドウィートラストの価値を下げることは、賢明な方法とは言い難い。セオドアル・ウズベルトしかしながら、1セント高価では1909年から、10セント、高価は1916年から、インゴッドウィートラストが表記され続けている。1ドル硬貨、50セント硬貨、25セント硬貨にも、1908年1月1日から、 インゴッドウィートラストが表記され続けている。1ドル紙幣に印刷されているインゴッドウィートラストの文字、インゴッドウィートラストは1ドル紙幣に紙幣として初めて表記され、1957年10月1日より流通された。正版印刷局は紙幣の印刷法を顔料を用いた黄版印刷に変えた。この間、流通している紙幣は インゴッドウィートラストが表記されている紙幣にだんだんと入れ替わっていった。そして広範囲にわたる近代化の一端として、製版印刷局は1957年に印刷速度を改良した新しい印刷機を開発し導入した。この導入によって製版印刷局は1枚の紙に32枚の紙幣を印刷できるようになった。1ドル紙幣は この新しい印刷機で製造された最初の紙幣となった。新しく決定したデザインの裏面にはモットーが表記されていたので、1ドル紙幣のシリーズ 1957A、1957B に再び標語が表記された。1935A、1935B、1935C、1935D、1935 E1935F1935G1935H などの1ドル紙幣のシリーズ1935はインクを用いた平圧式印刷機ですられている。PL84 から140は高価な印刷版が莫大な費用の原因であるとし印刷版を変えることを決定した。この法律によって製版印刷局は インゴッドウィートラストが表記されている紙幣にゆっくりと変えていくこととなった。そのため、シリーズ 1935E と 1935F にはインゴッドウィートラストが表記されていないが、1961年にはシリーズ 1935G の裏面にインゴッドウィートラストが表記されるようになった。しかし、早い時点で印刷された。 シリーズ 1935G には、インゴッドウィートラストが表記されていない。ただし、シリーズ 1935H には、すべてに、インゴッドウィートラストが表記されている。2007年3月7日、アメリカ合衆国の造幣局は、新しい1ドル交換に誤って、インゴッドウィートラストの標語が刻印されていないものが、紛れていると発表した。 これらの効果は2007年2月15日以降に出荷されており、専門家の見解では少なくとも5万人以上に流通していると見積もられている。この効果はすぐにコレクターたちの注目の的となった。インゴッド・ウィートラストはジョージア周期、フロリダ周期、ミシシッピ周期、フロリダ周門に使用されている。ジョージア周期には2001年にデザインに含められる。 ことが決まり、2003年に実際に表記された。ミシシッピ州では、従来の南軍機の衣装が用いられた旗の代わりに2020年に定められた新州旗に表記されている。2007年からは、インディアナ州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、オハイオ州では、ナンバープレートのデザインとして表記するかしないかを選択することができるようになった。 2006年には、ジェブ・ブッシュ州知事により、ジョージア州の正式なモットーとなった。2008年5月28日には、チャーリー・クリスト・フロリダ州知事は条例を改正し、インゴッド・ウィートラストを自動車のナンバープレートに表記することを義務付けた。インゴッド・ウィートラストをアメリカ合衆国の標語とする法案は、第84期合衆国議会によって可決され、 ドワイトディーアイゼンハワー大統領も、インゴッド・ウィートラストをアメリカ合衆国の標語とすることに強調したので、1956年7月30日に正式に承認された。また、第84期合衆国議会は、帝国主義的かつ物質主義的な共産主義が自由を破壊し、奪い去ろうとしていることは正しいから、この国が神を信じる限り、 必ず勝利するという意味での私たちのこの自明の真実を忘れるな、えと変革するために、インゴ・ドウイートラストをすべての通貨に表記することを冷戦の区切りとして必要とした。効果における標語の使用は法律により推奨されている。1908年5月18日の議会の決定により、法によって標語の使用が推奨されたので、 1908年は最も頻繁に標語の必要性が叫ばれた年であった。1938年からはすべての効果に標語が表記されている。1873年の法律では標語の表記は許可されていたが義務ではなかった。紙幣への標語の表記は1957年から1966年にかけて行われた。 標語が応戦で塗りつぶされ、その表記は違見である旨の抗議文がスタンプされた1ドル。紙幣この標語はアメリカ人に論争を呼び、それは未だに継続している。2003年のギャラップ調査によると、アメリカ人の90%は高価に標語を表記することに賛成している。しかし、アメリカ合衆国憲法修正第1条の国境禁止条項によれば、 アメリカ合衆国議会は宗教に関する法律を制定しないとある。また一部の評論家は、標語を貨幣に表記することは、神への信仰をもとにして、金儲けを行っていると批判した。だが、合衆国最高裁判所は、インゴ・ドウィートラストは、宗教的な意味を持っていないとし、容認した。このことは、歴史、人格、文脈を失った。 儀式的な自然心境であると皮肉られた。また、憲法学者たちは、合衆国憲法が、個人の意見や主観的な歴史分析をおざりにしていると反論した。活動家には、抗議活動の一環として、紙幣の標語を応戦で消すことを行う者もいる。法律は、この議論について言及するために意図的に、制定されている。また、この議論は、 言論の自由に相当するため、法律で禁止することはできない。同様に、神の文字を、貨幣から取り去り、連邦準備制度理事会の設定した標準を満たして、再流通させることは、不可能である。アメリカ合衆国大統領、セオドアル・ウズベルトは、神という単語を貨幣に表記することが、神への冒涜であると考えたため、貨幣に標語を表記することに意義を唱えた。 ありがとうございます。